はい、ひとつき万冊、清水です。今日はですね、首相がですね、やってくれました。全国最平均、最低賃金を1000円超早期に目指すというふうにですね、こう言ってですね、いや、これはもう完全なるただの人気取り。もう本当に、何をやっとんねんというふうに思うんですが、まあ確かに最低賃金上がった方がいいです。いいですけども、ね、このまんま果たして最低賃金だけをぐいっと上げて、わあ、みんなの給料よかった、上がった、よかったね。はい、おしまいっていう風になるんだったらいいじゃん。もう5000円ぐらいしよう。最低賃金5000円ぐらいしよう。いや、もう何だったら1万円、10万円、時給100倍ね。それぐらいにしましょう。はい。ね。でもそうはならないのが問題で、今日はちょっとそこのあたりの話をですね、コンさんと話をしていきたいなという風に思います。コンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう完全なる人気取りだと思うよ、これ。選挙前の。まあ、いい材料がなかなかないかな、現状では。だからいい提案だけぶちかましとこうって話だと思うんだけど、まあ、早期に実現とか、まあ、言っちゃってるから、おそらく選挙前にはやるんでしょうね、と。で、まあ、でも、時給1000円って、今まで、例えば、まあ、地方ではね、700円台だったり、800円台だったりするわけですよ。で、そうだ、あれはどこのページだかな、今、清水さんに送ったさ、厚生労働省のね、やつですよね。そうそうそう、はい、そう、見てもらえば、あれ、スクロールしてもらえ、はい、出してもらえるといいと思うんだけど、うん、まあ、東京近郊とか大都市部の、周りでは、確かに1000円超えてるところはもちろんあるわけだけど、東京と神奈川ぐらいですね。そう、うん。ほとんどの、地方自治体は700円台、800円台だったりするわけですよ。うん、で、それはもちろん払う側、経営者にとってみれば、うん、じゃあ今まで、じゃあ800円だったところを1000円にするってことは、うん、これはどういうこと？なんだ、800円、800円を1000円にしようと思ったら 1.25 倍。だよね。うん。でもこれさ、皆さんにとってもかなりハードル高いよ。どういうことかっていうと、給料、自分が逆の立場になったことを考えてみてくださいよ。ね。マクドナルドに行きました。1個500円の商品頼みました。値上がりしました。1.25 倍。ね。まあ、約そうだな。1.25 倍だから、500×1.25 なんで、625円値上がりしましたと。中身は変わりません。って言われて納得できる。できないでしょ。ってことは、値上がりするっていうことはですよ。ね、皆さん、1.25 倍、何かやんなきゃダメなんだよ。価値を。そうじゃないと会社は潰れちゃうっていうことだからね。だから、800円で定食食えてたのが、1000円になるってことですよ。1000円、時給1000円ってことは、ね。でも中身は変わりませんって言われたらさ、じゃあ食いに行かねって言うでしょ。でも、これ、だから首相はさ、人気取りのつもりで確かにやってるんだと思うけど、その、労働者に対して、じゃあ 1.25 倍分付加価値を出しなさいって言ってる。そうだね。その環境を作ってんのか、お前っていうふうに俺言いたいよ。作ってないやん、あんた。仲間内でよしよしやってるだけやん。そう、コロナで自粛させてるわけだし、東京都では、まあ、リバウンド対策、宣言っていう言い方に変えたけども、まあ結局はその、飲食店に関しては、ね、まあ無理を、お願いしてるわけですよ。で、そこで単価を上げられてしまったら、人を雇うのも結構慎重になるし、っていうかもう、その単価の分だけ稼がなきゃいけないわけだから、だから当然工夫も必要になるわけだよね。でもその工夫は自助努力をいわば求められているものだから、まあその工夫が裏面出ることだってあるわけですよ。いいことばかりじゃないってこと。例えば時給を上げたから優秀な人材が集まってくれるかっていうと必ずしもそうじゃないし、使い物にならないような人を雇ってしまうことだってあるわけですよ。で、とにかくそれを賄おう。つまり、人件費は先に払うものだから、ね、それを賄おうとすれば、商品単価に乗せるっていうことも起こってくるから、結構これは大変ですよと。だから要するに800円で食えてたランチが1000円にどうしてもなっちゃうよって話だし、で1000円になったらなったで、また消費税が乗っかるから、
1000円超えちゃうってことだよね、うん、実際には、うんうん、だから実質的にさ800円で、まあ、880円だったものが1100円になると、うんうん、お高い感じはちょっとするよね、やっぱり。あ、するでしょう、うん、で、そう考えるとさ、その、うん、もらう側はさ、ね、今まで800円だったのが、うん、イエーイ、来月から1000円だって思うかもしれないけど、うん、じゃあ同じ商品サービスを売るのに 1.25 倍売り上げをせめて伸ばさないと赤字ですからね、うん、今度は、うんうん。じゃあどうやってやるのって話だよね、それこそ。ね、で、それで、ああ、800円だった給料が1000円になるんだったら 1.25 倍の付加価値を生まなければダメだから、うちの会社の営業利益から換算すると、この部分をカットして、この部分のプロモーションを考えれば OK っていうふうに、すべての従業員が考えられるだけの教育をやってんのかさ、やってないよね、国は。だって、うん、だって学校で簿記会計も教えないし、ビジネスも教えないのに、うん、あの政府が決めてくれたから時給は 1.25 倍上がるんだろう、わーい、あとは経営者の仕事ってぶん投げられたら、うん、まあ、経営者がやることとしてはですね、うん、減らすだけです。そうです、人を。そうです、うん、で経営者けしからん、そんなことは許さん、私の給料を下げた、不当だ、よし訴えてやれっていうふうに言ったら中小企業は潰れるだけ。うん、うん、分かった、うん、もう店は閉めますってなっちゃうね、うんうん、店は閉めます、ごめんなさい、不当倒産だとかっていうふうに言うんじゃない、その感じだって計画してたのを政府に潰されたんだから、うん、計画もクソもないじゃないですかみたいな話で不当倒産だとかって言いそうだよね、うん、ねえ、だったらお前会社やれってもう最初から言いたくなるよね、本当ね。いや、これね、あの、うん、そう言うとその労働者の人にはかわいそうすぎるんだけども、うん、政府はまず今言ったようなことをさ、国民に教育してきただろうかと、うん、そうだね、給料が上がるっていうことは何なのか、うん、ね、売上があります、経費があります、まあ、厳密に言うと売上から原価を引くと粗利になるんです、うん、売上総利益、うん、ここから販管費というのを引きます、うん、広告代とか家賃とか、うん、あと水道光熱費、そして皆さんの人件費です、うん、そして引いたところが営業利益になり、営業利益から法人税を引くと、うん、まあ最終的な純利益になります、まあ、ざっくり言うとこんな感じ、うん、これをさ小学校ぐらいからこうべーって言ってね、はい、何々くんのね家ではね、小学校6年生で、今小学校6年生でお小遣いどれぐらいもらってるんですかね。んー、どうなんだろう、年間だと2万ぐらいかな、まあ、仮にじゃあ2万円だとしましょう、うん、ね、うん、で、そうすると月に直すと1666円、まあ1500円ぐらいだとしましょう、うん、はい、うん、何々くん1500円のお小遣いをもらうためにはお父さんの給料ね、うん、あのがどれぐらいでしょうと、仮にお父さんの給料が30万円だとすると、うん、お父さんの給料はまあ、あの、言ってみれば200倍、200分の1が、うん、1500円になりますよね、うん、じゃあ200分の1ぐらいはいいじゃんって思うかもしれませんが、うん、あなたの家の家賃はどれぐらいとか、利益率で考えたらなんとお父さんは自分のお小遣い5000円しかもらってないのに1500円あげてるんだよとかっていうさ、分かりやすい授業をさしてくれて、あ、1500円って大切なんだなとかっていうふうにさ、うんうん、やってくれた上で、うん、それでやるんだったらまだいいんだけど、なんもせんとさ、うん、お金は汚いものみたいな感じでやっといて、うん、やったら、うん、これ無理よ、こんなの。ね。うん。先生もさ、仕事が多い割には、まあ、あまりいい給料もらってるとは言い難いんだけど、うん、でも先生、お給料いくらあって絶対生徒たち聞くだろうな。で、どうせ公務員なんて公表されてるんだからさ、うん、言えばいいんだよ、僕から言わせりゃ、うん、そういう時に、ね、うん。そうやって、いや、先生だってお金がない中で頑張ってんだよ、うん、と、うん。でもお父さんたちは、うん、お母さんたちもそれぞれ違うからね、と。うん、で、別に高いから低いからってことで人間見ちゃダメよ、と、うんうん。それよりも自分が原価計算少なくともできてるか、と、うんうん。ね、それも分かってないのに、お父さんの給料が低いだの、高いだの言うのもおかしいし、うん。うん、なんて言うんだろう。自分の買ってる商品が、その価値に見合うだけの値付けになってるかとかさ、うん、そういうセンスも働かないままさ、うん、ね、大人になっちゃうの恐ろしいよね、と。うん、うん、うちの親父なんか見ても、安けりゃいいっていう価値観だから。
だからそれさ、安かろうまずかろうがあるやんけと、うん、ね、例えば100円ショップだと意外とさ、100円でこれで買えるなんてすごいねってものがいっぱいあったりするけど、うん、逆に言うとさ、どうせ100円だからっていうさ、価値で品質保証がなかったらさ、うん、買わないよ、100円でも、うんうんうん。っていうふうに、やっぱりね、金銭教育ってやるべきなのよ。うん、で、やらないまま、とりあえず時給1000円、今まで800円、700円だった人が1000円になりますよ。うんうん、お、いいことじゃんって手放しで褒めてると、うんうんうん、どうなりますかってことなの。うんね、自分が経営者の側に立たない。僕はどっちの立場もわかるから、うん、どっちの立場もちゃんと踏まえなきゃいけないなってわかるけど、うんうんうん、自分が経営したことなくて、雇われだけだと、わからないわけよ、うん。で、それをわからせようとする会社もある。例えばソフトバンクなんてそうだよ。うん、昔ソフトバンクスパブリッシング、今名前変わったけど、うん、行ってびっくりしたのが、うん、担当編集者がね、与えられた机、社内の、うん、ね、で、パソコン、うん、ね、あとラックとか、うん、細かくほら、仕事する上で必要なものあるじゃん。うん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 、ペンとか、消しゴムとか。一、うん、品ずつ全部原価計算させられてた。おー、すごいね。うん。しかも、このオフィスは、ね、お前の机の分の、スペースは、家賃いくらだ、うん。そこまで教えるわけで。うん、恵まれてますな。はい、そう、それで印刷会社にいくらで発注して、一冊本作ります、うん。で、自分の人件費や自分に投資されてるその備品も含めて、果たして純利益、もう精緻に出させるわけ。うんうんうん、で、それは、それを売り上げるためのいい企画なのかと、うん。ここまでお金が毎月にされて乗っかってるのに、うんうん、それでももっと売れる、それを越して必ず純利益が出るって分かるような企画なのかって揉ませるわけよ。うんうん、新刊企画をやるときに、うんうんうん。それはシビアになるよね。ただ給料をもらうだけじゃなくて、うん、自分にかかってるお金、社員として、机も与えられて、そんな当たり前じゃんと思いがちだけど、普通の人、うん、サラリーマンは、うん。ソフトバンクの社内の人たちは違うんだよ。これは会社から自分に与えられた仕事のため の, こうあの教育投資みたいなものなんだよ、うん。だからそれ全部乗っかった形で本っていうものを作ってるんだよと、うんうんうん。っていうふうな意識がすごくあるね。うん、でもそれいいことだよね、会社に入った後に、うんうん、わー、僕の机ができた、パソコンもらえたとかって喜んでんじゃなくて、それ全部コストだから、うん、そのコストを全部抜いて抜きまくって、ようやくこれしか純利益出ませんっつったら、うん、会社に貢献してるとは言わんよ、これじゃダメなんだよと、ね、だってもっと増えないと会社自体が、うん、例えば何て言うんだろう。まあ、もし、ソフトバンクの場合だったら、うん、もし株オープンしてしまったら揺れてる可能性があるわけじゃない、うん。アップダウンして、市場価値っていうのが。まあ、なかなか、ソフトバンクでも上場してない会社あるけどね。うん、でもそのようにして、とにかく、じゃあもう、鉛筆一本でもボキッと折れちゃったら、もう10円損してるわけだよ。うんうんうん、ね、ちゃんと最後までやらなかったら、うん、パソコン壊れちゃった、ね、修理代かかる、うん、でそれだっていうもうコストなんだよ、うん、っていうような意識を持たないと純利益が見積もれないでしょ、そもそもって。で会社に利益出して自分もちゃんと利益が出てるから人件費として成立してるっていうさ、実感を持たないままただ会社にいて、お、時給1000円になるの、え、200円アップするの、最高とかさそんな風に思ってたらもう中学生かみたいな話じゃん、本当に。まあ、ちなみに中小企業の営業利益率は大体 5% なんですよ、うんね、で 5% で仮にですよ、まあそうだな、800円の、ね、人が1日8時間働いていると、うん、日給6400円で、これが22日間働いていると14万円ぐらいです。で、これが、1.25 倍上がるわけですよね。17万6千円です。そうすると、さっきの約14万800円を引くとですね、3万5200円のアップです。営業利益ベースで 5% ということはですね、約かける20倍しなきゃダメなわけですよね。70万4千円です。つまり、この今私が試算した時給800円の給料をそのまんま上げるのであれば、70万4千円の営業利益ベース 5% であれば、売り上げを上げる必要があるんです。社員。一人当たりだよ。非正規も含めて。じゃあ仮にこれがね、50人いる会社だとしましょう。
そうすると月間で3520万円売り上げ上げなきゃダメなんだよ。クラクラしてくるね、だんだんね。うん。最低賃金、1000円になりました。というわけで、今月から、そんだけ売り上げ必要ですって言われてさ。はい、皆さん考えてた。はい、ポンって案出てくる？無理やろ。無理やろ。ってことは、これ何が起きるかっていうと、政府がもう一個進めている政策の、これね、目くらましなんです。これ何なのかっていうと、自民党が今進めているのは、週休3日、4日制じゃないですか。なるほど。給料がもう足りまへんっていうふうに言ってるから、ね、今、副業も推進してるじゃないですか。うんうん。で、最低賃金上げたよ！でも、週休4日になっちゃったって言われたらさ。あり得るね。うん、あり得るね。それなんだよ。そこを狙ってんのよ。うん、で、ここに、なるほど、今回のその記事に書いてあるんだけども、ここにね、ロイターの記事に、大企業の人材を地方の中小企業に派遣するために政府のファンドを通じて金融機関や商社などから早期に1万人規模の人材をリストアップするって書いてあるんですよ。これはね、何かっていうと、副業で溢れた、要するに週休4日3日にしちゃって給料が安くなった人を中小企業や自治体に押し付けますっていう宣言だ。そうだね、これ3ヶ月前から言ってた。うん、なるほど。うん、だからこれ、要するに給料を下げますよ。うん、ね、っていうことなのよ。時給1000円だからやったって思うでしょ、うん、ちゃうねん、これは。もう週休3日にしようが4日にしようが OK ですと。ね。うん、で、それでクビになった分の大企業の人たちの分は政府が1万人までは面倒を見てあげます。でもそこまで読めないから、俺の支持率上がるぜ、うん、やったーって話だぜ、これは。そうだろうな。てか、新聞記者ですらこの意味分かってないって思う。いや、何にも分かってないでしょ。うん。うん、いやー、怖いよ、これは。大リストラ時代がやってくるだよ、本当に。いや、もともとね、この政府が副業推進を、うん、まあ、簡単に言うとね、これ、甘い話には罠があるっていう話なんですよ。ほんまやで。うん。じゃあ、菅さん本気で賃金改革するっていうふうに言うんだったら、ね、もう、非正規雇用廃止。ね。で、パソナ潰す。ね、でそれで、週休2 3日4日とか許さんってやればええやん。そうじゃないの、上げるのは時給だけ。時給が上がってよかったなと思うけど、労働日数が減ってありゃまっていうこと狙ってんだって、これ。そうだから、今までと同じ労働時間で働かせていたら、うん、まあ、コスト、人件費のコスト高になってしまうので、うん、あ、だから君は週5日も来なくていいよ、うん、週4日でどうって、うんうん、時給上がるんだからいいじゃないって。うん、ね、で、普通の、普通のって言ったらあれだな、リスク意識の高いサラリーマンだったら、うん、じゃあ週4日になって時給が1000円に上がった時に、あれ？月ベースで考えると、前月より安くなるんだけど、うん、みたいな人が出てくるよね。うん、それ俺じゃん。どうしようみたいなさ。うんうん、だからそれみんな計算した方がいいわけ。うん、ね、今までと同じ労働時間を守った上で、1.25 倍の1000円以上にするぞとは言ってないわけだよね。むしろ労働時間減らした上で、うん、払う額面はむしろ減らすって、うんうん、で、俺思うけどさ、もう10年ぐらい経ったら、俺、正社員とか正規雇用って、美味しいの？で、それ何食べられるの？っていうぐらいの、うん、世界になってる可能性あるなと思って。いや、なるなる、絶対なるよ。うん。なるなるなる、間違いなく。で、今、そうだな、40代とかの、30代とかの人が、うん、ね、20年後ぐらいにもう定年間際になってね、うん、若者たちに怒られるんだよ。うん。きっと。うん。まあ僕らなんかはもう、あれだからもうじいさんだから60代、70代ぐらいになってて、うんね、昔はの若者よと、正社員というものがあったんじゃんつって。バブルっちゅうのがなって言ったら、もうバブルもわからんみたいな。もうバブルなんてわかんないでしょ、多くの、もう私より下の世代なんて。それと同じように、うん、正社員というものがあったんじゃ、本当にあったんじゃ、夢じゃないんじゃ。いや、もうそれでさ、なんか腹立つのはさ、この、なんか今日、これ、今日の週刊文春なんですけど、
クープでさ、菅首相、長男に1万株鉄道利権を暴くっていうふうに書いてある。ごてやろよ、ごてやろよ。これ。なるほどね。自分のとこだけこうやってさ、美味しい思いしといて、お前ら、ってもう。ふざけんなだよな、もう、本当に。なんだ、これ。まあでもね、もう文部科学省の教育はね、うまくいってるよ。私が冒頭で言ったようなさ、うん、あの、原価計算の話とか教えないじゃん、うん、で。教えないと何が起きるのかっていうと、納税意識が減るわけよ。うん、ね。で、そうすると、こういうことをね、簡単な話されても、うん、あ、あ、上がんの？やったみたいな、じゃあ自民党入れとこうってなるわけですよ。怖いよ。なんか読売新聞だと、支持率ちょっと上がったらしいね。いやいや、うん、そんな日本国民は舐めてもいけませんよ、コンさん、うんうん、読売、NHK、朝日新聞すべてにおいて爆上がりですよ。なるほど。 6% から 8% 戻ってるから今みんなバカなんじゃないのもう笑うもつかむ気持ちなのかもしれんけど、うん、で全国平均上がる、やったーって。絶対これ裏で、うん、ね、あの、今までだったら不当解雇だとか言われてた部分の判例がね、あの、弱まっていくよ。週休、例えば週休ね、2日で正社員だと思って入ったのに週休3日4日になった、これは不当なリストラだっていうふうに訴えても、もう、あの、最高裁判所さ、内閣が任命するから、あれはもう、あの、断っとけって、うん、っていうふうに指示出して、どん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 そういう空気感作っていくよ、これから。ね、だからなんだろうな、もう正社員っていうのがもうなくなっちゃうからさ、うん、したら週5じゃなくなったらもう、もう週4になった瞬間にアウトやん、もうその瞬間。もう、うん、いや逆に。非正規とどこが違うんですか、逆に。でもね、うん、俺は逆にチャンスとして、うん、みずほ銀行とか三菱商事に転職したいです。なるほど、うん。週休1日じゃなくていいですと。あ、いやいや、週休、あの、3日とか4日とかね、うん、それじゃなくていい。うん、もう、うん、月29日休みでいい。うん。名刺だけください。なるほど。あ、だからそれが言ってみればさ、うん、その、外注だよね、けど、そんなの。うん、それでいい、それでいい。うん。でもさ、みずほ銀、現役みずほ銀行銀行マン、ひとつき満札清水優子とかね。なるほど。おい、面白いじゃん。うん。うん。そう、信頼をね、あの、変えるんだったら、うん、私、あの、転職します。なるほど、なるほど、うん、そうだね、うん、売ればいいのに ね、 ね、そのブランドをどんどん売っちまえばいいのに、まあ、多分すごい悪用されるからダメだと思いますけどね。悪用されたら倍返しでお金が、あの、入ってくる、みずほに入ってくるっていう仕組みで、うん、決済口座はみずほですっていう、うん、いやー、だからね、全国平均1000円超、うん、1000円を早期に目指すって言ってるけど、うん、これリストラのごまかしだから、怖いよね。けどこれね、やったーやっほーって言ってる人たち結構ツイッターにいっぱいいるよ。マジで？うん。早く、あの、1000円どころか5000円にしてほしいとかっていう人もマジでいるよ。1500円で攻めてあげてほしいとか。だから自分の給料が上がるっていう自分都合しか考えない人っていっぱいいて、払う側の立場に立たないわけだよ。まあそういう教育してるからね。そう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 。うん、でも自分がさ、うん、なんだろう、それこそ小さいお店、うん、あの、なんか夜スナック、行くスナックみたいなちっちゃな L 字カウンターの小さなお店でもいいし、うんうん、ね、そういうところでさ、自営業やってみればさ、出ていくお金っていうのがまず、ね、大きいことに気がつくよね、少なくとも。うん、だって、お店やったら光熱費がまずかかる、家賃かかる。うん、あと、もし誰か別の人を雇うんだったらお金もかかる、うん、で全部抜き抜きで、しかも税金も後で取られるわけだからっていう純利益の部分をやっぱりどの程度手元に残るかってシビアになるじゃん、うん、自分がやればこそ、うんうんうん、やらないでもらう側の立場だけでものを考えていたら、うん、ね、やっぱり1000円じゃなくて1500円まで引き上げてくれとかつって全然ありですよ。あの、1500円まで上げたらいいじゃないですか。2000円でもいい、5000円でも1万円でもいいよ。ね、うん。その代わりリストラされやすくなる法律が通じる、となるだけだから、これ。そうだね。うん、そうだね。じゃあ次にね、じゃあリストラなんかけしからんと。ね、うん。あの、リストラできないような法律改正も一緒に求むっていうふうにやったらいいよ。日本の会社の競争力が失って、海外で、うん、
勝てなくなって、みんな貧しくなりましたっていうなるだけだから。うん。うん、まあね、みんなで貧しくなりましょうって言った人いましたか。まあ、竹中平蔵とかはね、若者には貧しくなる自由とかって言ってるから、うん、日本には貧しくなる自由があるとでも言いたいのかよ、本当にこれは。うん。でもないな。だから、もうさ、金持ちって言い方がいやらしいよね。うん、なんか、そういう感じ、貧しくなるでさ、うん、自由があるとかさ。うん、本当に切羽詰まってる人たちがいるわけよ、世の中にはさ、うん、でそういう人たちにとって目の前の現金をあげるってことは、うん、あの目の前の現金が時給800円から1000円になるってことは、うん、一瞬美味しいように見えるんだけれどね、うん、とそれをやった瞬間に1000円稼げる人間じゃなければ雇わないになるんだよ、うん、簡単に言うと分かりやすい言い方をすると、うんうん、だから今まで800円でももらえてた人が もらえないんだよ。もうゼロになる可能性があるわけ、うんうん、だからそういうふうに、なんていうの、求人市場ってまさにそういうものですよと。うんうん、だって、仮に、じゃあ私は時給1万円の男ですと。うん、ね、10時間1日働いて10万円ね、私にくださいと。うん、じゃあ、君なんぼうちの会社にお金もたらしてくれんの、あんたの働きでって話に なるやん。うん、で、私が1日働いて10万円もらえるってことは、御社に200万円ぐらい1日入りますと。うん、どうでっかと。うん、じゃあまあ、その200万稼いでみーやと、うんうん。1週間稼いでるのは毎日200万円会社にもたらしたと。うんうん、ほな、じゃあ来週から1日10、日給10万でええわと、うん。時給1万でええわと。うんうん、できますわと、うんうん、だからこれがビジネスです、うん、簡単に言うと、うん、自分がちゃんと1万円に時給1万円って言うならば、うん、ね、その会社にもたらすお金がそれよりも20倍ぐらい多いと、うんうん、だったら会社納得だよね、うんうん、だって利益率 5% なんだからそうだよね、うんうん、でもそういうふうに言える人いますかって話だよねそもそもとしていないんだな。だからそれはでもね、労働者の皆さんの責任じゃないんですよ、うん、で学校でそんな風なこと教えてもらってないじゃん、うん、先生の言うこと聞きなさいっつってね。いや学校でさ、うん、いやここの小学生がね、ちょっとここの学校に使われてる税金調べてみたと、うん、で公務員の給料これぐらいだと、で、うん、皆さん先生のその態度はいかないものかと思うっていう風にね、うん、今日の先生のね、授業のクオリティは、国から交付されている税金と市の交付されている税金から考えて、果たしてそれは適正なんですか？一市民としておかしいと思う。私も将来納税者になるみたいな、コメントをする子供がいたら多分ね、学校来んなって言われるよ。でも、有権者マインドとしては当然だけどね。本来は、だからそういう教育しちゃダメなんですよ。うん、そうなんだよ。そしたら先生の威厳がなくなるって、先生なんか威厳いらねえから、俺から言わせると。人間である必要すらないから、もうそのうちだから AI になっちゃうでしょ。そう、AI になっちゃう。いやー、なんかなー、なんなんだろうね、これ、本当に。言えないよね、みんな。うん。うん、だから、みんなね、ちょっとこう、うん、なんだろう、目先のお金にね、囚われすぎてるね。うん、目先にお金が上がればいいっていう考えにとらわれすぎるのは、うん、気持ちはわかるんだよ。俺は人情としてはわかるんだ。いや、それはわかるよ、うん。だけど、全体の社会構造としては、うん、目減りする可能性があるから、うんうん、要するにわかりやすく言えば、自分の稼ぎの20倍会社にお金をもたらせる能力、経験、資格なり、スキルなり持ってるのかっていう自問は大事なんだよ、うん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 、だって自分が、経営者の側に回れば同じこと考えるでしょ、うん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 、だって雇ってほしいと思えば雇ってる側の人間の考え方も、ね、学ぼうよと、うんうんうん、そんなに俺無理は言ってないつもりなんだけど、うん、いやだってでも時給上がる方がいいじゃないですか、うん、いやそうだよと上がっていいんだけれども、うん、それでお金が回るようにしないと結局は君にあげたお金の余剰分だけ赤字になっていくよと、うんうん、まあ、赤字、どうぞどうぞ、すいません、うん。そうそう、赤字になってしまったら、倒産の可能性もあるよね、うん。あるいは会社を身売りする可能性だってあるよね、うん、会社規模で言えば、うん、で。そうすると、経営方針がいきなり変わって、ね、
時給1000円以上の人間は、ね、なんていうかな、まあ、月に、1日あたり20万ぐらい稼がなきゃダメだと。うん、うん。っていうことをはっきり言うものを言うね、経営者がやってきて、カルロス・ゴーンみたいに、うん、ね、というわけで、ある一定の首は切らなきゃいけないんで、ね、赤鬼さんとしては首切りますと。赤鬼さん。うん。ね、赤鬼さん、大体そうなんだよ。日本人は自分で、うん、この切りたくないから、うん、赤鬼さん呼んできて首切らすんだよ。うんうん、まあ、だから、結局は自分が望んだことが裏目に出る可能性があるよね。うん。だからそこはね、踏まえとかなきゃ、ね、いや、1000円欲しかったのにっていうさ、シンプルな発想だけでは立ち行かないのが、この大人の社会なわけですよ。うんうんうん。うん、そりゃそうですよ。うん、っていうか、本当にそんな喜んでる人いるんですかね。いますよ。ツイッター見ると、本当、もっとあげろって言いますよ。驚愕の事実なんですけど、うん、お金は天から降ってくると思ってるのかと。すごいなお金はやっぱりね、商品の価値が上がれば、なるほど上がって、この価値が上がった分だけお金払いたいなと、リーズナブルだなって思うからお金を出すのであって、うん、商品の価値が何にも変わらないのに、ね、お金だけ上がりましたって言ったら、はぁみたいな話じゃん。まあ、普通に考えてね。普通にオムライス800円だったのに、次の日行ったら1000円になってる、はぁみたいな感じになるでしょ。いや、これうん。平均賃、最低賃金上げても、全く無駄です。うん、抗議的な政策が良くならないと。いや、それの証明しますよ、今から私が。うん。はい。平成、これ、厚生労働省発表、平成15年9月16日、全国、うん、地域のね、最低賃金改定状況というふうに、うん、これ2003年ですよ。うん。この時の最低賃金の金額。うん。うん、はい。全国でですね、だいたい664円です。ほう。はい。平均でね。平均で。うん、で、今、902円だよ。全平均で。そう考えるとね、902÷664。あ、1.35 倍も上がってますね。はい。うん、1.35 倍も上がってる。じゃあですね、次に見るべきはですね、平均、うん、賃金の推移、うん。ね、2003年の頃ですね、平均賃金はです、平均給与はですね、だいたい460万円ぐらいです。うん、今433万です。うん。いや、もうちょっと下がった。お前見ろ。だから、平均賃金上がって、うん、最低賃金上がっても平均給与下がるんだっつーの。目先の給料だけ喜んでも仕方ねえんだって。必ずそこには政府が、ね、うん、人気取りのためにやってんのよ。うん。リストラしやすくしたりしてんの。でも、サリトってリストラだけね、禁止しても日本全部沈むだけだから。うん、その通りです。人気取りにパク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 みんながね、割った、これでいいんだ、これでいいんだ、最低賃金上がったっつって、日本の平均年収下がってんだって。で、これを嘘ついて、うん、アベノミクス、雇用を守るっていう矢ですと言ってたのが、あの安倍晋三なんだっつ。三つの矢だ。もう。三つの矢だってやつだ。だから、平均賃金は、いや、最低賃金は20年間で 1.35 倍ですよ。このまんま上がってんだったら、かける460だから、平均年収624万になってる。おかしい。連動してたらそうなってるはずだよね。下がってんだって、今。うん。だからこれはリストラの一環なんですよ。気づかなきゃダメ。うん、本当だ。うん、これ私なんでこういう細かい数字が、この人材系は詳しいかって言ったら、うん、俺プロだもん、これ。うん。知ってるよ。ね、うん、そう。だから、年収ベースで考えたときに、うん、自分が本当に目減りしたくないのであればですよ。うん、ね、つまり、こういうことです。800円から1000円になった時給単価上がりました。うん、喜んでも結構だと、うん。うん。で、その代わり年収ベースでは下がるから、うん、浮いた分をどうやって自分で埋め合わせんのって話なわけ、うん。そこまでセットで考えればさ、ね、喜んでいいと思うよと。うん、800円が1000円になったら。うん。で、菅さんはそれ言わないじゃん。っていうか、まあね、20年間で歴代総理大臣そのこと言ったことないよ。ない。ね。最低賃金が上がりますということは、国民の皆さんにはこのような付加価値を上げるということをしないとダメなのですなんて言ったらさ、うん、
もう、え、何言ってんの、なんかムカつく、タラで金くれないの、やだやだっていう風になって、支持下がっちゃうもん。そうなんだよ。そうなんだよ。だから日本人は雇われてるとさ、ついついさ、ね、目先の話をしがちで、雇う側の論理に立たないからそうなっちゃうんだけど、ただ、足りなくなるの、本当に年収ベースで考えると。だから足りなくなった部分をどうするんだって、最低賃金上がりました、年収ベースでは下がりました。だったら足りなくなった部分はどうするっていう計算まで全部入れとかなきゃいけないの、頭の中にさ。そう。下がったら。そんなのは難しい、難しい、考えたくない、考えたくないって言い続けて20年経って下がっていっちゃったから。そう、そう。だからね、あのね、ちょっとその程度のことは全部複式僕から何から分かる必要はないけど、段階的には分かってほしいけどね。全部いきなり分かる必要はなくても、自分の純利益が下がってることはまず理解しようよと。で、それにもっと拍車かかるよと。これから、あの、全国一律賃金が時給制になっちゃうわけだから。いや、そしたらごめん、もう君雇えないよ、高校生くん、つって、ね、さよならって言って、マックから、あの、高校生くんがいなくなるとかね。うん、おばちゃんばっかり並んだりして、いらっしゃいませ、マックです。ポテトはいくらですか。おばちゃんが並ぶのは別にいいんですけど、マックもだから、ロボットとか自動化とか進めていかざるを得ない。あ、その通り、その通り。結局、人が、あの、雇われなくなるよと、最悪の場合っていう。じゃあそういうのはけしからーんっていうふうに言ったら、じゃあマック潰れますかっていう話だからね。うん。だって今、あの、ホテルがそうなってるじゃん。長崎のホテルとか。あの、ロボットレストラン。あの、ロボットレストランが違う。それは新宿の歌舞伎町だ。あの、いわゆるなんだっけ、変なホテルって言って。あ、もしかして、あれですか、あの、今、豆腐売ってます？あ、ごめん、豆腐売ってる。あ、外で。いや、その豆腐の金額も高くなるんだよ。パープーって聞こえるからさ。そう。だから、いや、もう、一丁、こう、400円とか言ったらさ、次の日が500円になってるわけ。で、ね、え、なんでって言ったらね、まあいいってことよ。あの、まあどうせあの、100円くらい上がったって買ってくれるでしょって、ね。でもね、財布の紐締めたがるんだよ、意外と。いや、そら怒るでしょう。なんで1日で400円が500円になっちゃうのよ、と。同じ財布、あの、豆腐なのに。って愛がほら 1.25 倍増えたからとかつってね、口でこうやって工場でごまかすしかなくなるわけよ。同じにがりは使っておりますとかさ。いやー、きついよなぁ。だからさっきね、冒頭で清水さんがね、言ったように、こう付加価値とは何かとかさ、当たり前のように考えなきゃいけないわけよ。 1.25 倍高くするんだから。で、なるほどという付加価値でないといけないわけ、それも。ね、ちょっとこう、あの、なんていうかな、奥さんに褒め言葉だけ言っとくみたいな、そのレベルじゃダメだからね。それはそうでしょ。 1.25 倍って言うと大きいからね。1.25 倍大きいでしょ。例えば私がさ、生きるための日本酒今さ、25,800円で売ってるけど、これがさ、25,800円かける1.25倍だと、32,500円。いきなり3万台になっちゃうもんね。で、コンサートの副業講座とか売ってて33,000円で売ってるけど、1.25倍、4万1,250円。やっぱりね、4万台まで来るとさすがに手が出ないっすよ。高い。じゃあ、ね、よし、最低賃金上がるのいいじゃないですか、1.25倍もっていうふうに言ってんだったら、じゃあ、ごめんなさい、コンさんの副業講座も、今日から41,250円でって言ったら、まあ、しょうがねえなって思わないよね。そう。JR とかの運賃とかも上がったりしてもさ、やっぱ嫌でしょ。だから結局さ、その商品単価に還元させないっていうふうに考えると、安いままでいるとなると、これは自利品になっていくわけよ。同じだけ数が売れてても。だから、同じだけじゃなくて、1.25 倍むしろ、あの、なんていうの、売れてくれなきゃいけないっていうことでもあるわけだよ、これ。でもそんなに食えないしね、豆腐とかだったら。そうそうそう、そう、そうなのよ。そんなに豆腐食ってもなーっていう。だからいつもこう4兆頼んでたけど、今日5兆頼むなとはならないから。そう、そういうことですよ。
いや需要がいきなり 1.25 倍してくれたらそんなありがたいことはないけどさ、うん、そんなね、政府があの、ね、言った瞬間に需要が 1.25 倍になりますと自動的になりますってありえないでしょってみんなの腹が急に拡張します、ドンってそうだから今日から豆腐は昨日まで4個だったけど5個買うわって人いないでしょって、すごいな。しかしそんなツイッターで喜んでるのこのニュース。そうだ、俺ちょっと愕然としてて。いやもうそりゃね、うん、自民党も万歳だよこれでも。そうだから、あ、だから自民党勝つんだなと。うん、あのまともなことを言ったところで見たくないと、そんな現実は見たくないと、ね、都合よく800円が1000円になってくれればそれでいいじゃないかと、その後それ以外のこと考えさせるなみたいなさ、もうそういう居直りまであるわけだよ。まあ、あとさ、貧困がさダメだとかって言ってるさ左翼のね、あのなんか人たちもさ、もう20年間それ言い続けて、そういう賃金があってよかったとかって言うけど、平均給与下がってて、でさらに非正規雇用の比率4割だぞと。お前その現実なんだろうって。もういいよもう、やけくそでもう平均、もう最低賃金1万円でいいよもう、うん、誰も雇わねえよもう、それでもう10万とかでもいいわもう。だから分かりやすく言うとさ、20万の生活ができてた人がさ、うん、ね、あの時給が 1.25 倍にあの最低賃金で増加すると、うん、24万か、うん、24万の稼ぎがないと困るってことになるんだよ、うん、あと4万円プラス毎月だよ、毎月4万円スモールビジネスでも何でもいいからやっていかないとまずいってことなのよ、うん、4万円何かで自分で作るってことよ。いや、そうしないと、あの20万の人から4万円だから、30万円の人だったらそれの 1.5 倍だからね、うん、6万ってことか、うん、だから30万円あの手取りでもらってた人はプラス6万円を別の機会に副業でも何でもいいよと、うん、あの稼がないと同じ暮らしができないってことだよ、うん、単純に、うん、目減りするってことだから、うん、いやー、なんかせめて学校で簿記会計くらい教えてよ、小学校で。すごいいい、そのね、君のき、あの、お父さんの給料何円とかって言うと聞くのは生々しいから、さすがNGだけど、例えば、教科書にさ、A 君の家があります。ね、うん、ここは月給20万円で働いています。うん、だけど、貯金を毎月2万円やっています。うんうん、B 君の家は40万円もらってるけども、散財してるので1万円、どっちの方がいいでしょうとかさ、そういう感じレベルから教えた方が絶対いいと思う。ほんまやね。ほんまやね、うん。うん。あとね、やっぱりね、消費者と、経営者と、うん、で、雇われてる自分みたいなカードゲーム作ったら面白いんじゃない？うん、なるほど。つまり自分の給与は雇われてるから上がりましたと、うんうんうん、でそしたら経営者が、あの、お前 1.25 倍ね、売れるだけの付加価値作れって経営者としては言わなきゃいけなくなってくるじゃん、うんうん、で消費者も 1.25 倍値付けが高くなってしまうわけだから、うん、わあどうしたらいいんだろうって悩むわけだよね、うんうん、じゃあ 1.25 倍分の付加価値見せろよって経営者に言ってくる、うんうんうん、で経営者は現場の雇われ人のサラリーマンに言ってくるみたいな、うんうんうん、そういうこうなる緊張関係のあるあのボードゲームができたら面白いんじゃないかっていうさ、うんうんうん、そうすると自分が雇われ人で日常的に暮らしてるけど、今日はじゃあ経営者の立場でやってみようみたいなさ、うん、経営者だと自分がもし 1.25 倍払わなきゃいけない立場になったらどうなるんですか、うん、ね、消費者もそうだよと、うん、ね、人件費が 1.25 倍になったら商品サービスの値付けに 1.25 倍が反映されるかもしれない、うん、反映した方が、うん、まあ、維持できるから、ちなみに反映したからといって維持できるだけの話だからね、うん、と、うんうん、ギリギリ維持できるけど高くなっちゃったから販売個数としては減るかもしれないわけだよね、それこそ。ま、あの、いろいろ今日はね、あの、人によっては難しい話に聞こえたかもしれないけど、簿記、うん、会計ぐらいつけましょうよ。ね。簿記、うん、会計ぐらいつけようよと。うん、ね。あの、で、簿記会計と家計簿ぐらいつけようよと、うん。やっぱね、それ大事なことですよ。で、その上で自分が税金どれだけ払ってるのかっていうふうに分かって、で、あとは、20年単位で見たら、平均賃、最低賃金が 1.35 倍に上がってんのに、平均年収下がってるとか、これ意味ねえじゃんっていう。なんか裏があるんだっていうことぐらい。わかろうよ。うん。
ね、まあね、まあ分かんない人がこれからも増えると思うので、うん、あのせめてコンさんとやってる副業講座で皆さん出し抜いて、うん、あの勝ち組になってください。うん、それぐらいしかないわ、もう、本当にもう。そうなのよ。結局は僕の結論はそれなの。結局、スモールビジネスで自分の補填、あの赤字補填分を補填しろと。うん。うん、いや、そういうことを言ったらね、それは新自由主義だとかね、勝てる人だけ勝てばいいっていう考え方ですかとかでも、いや、そんな、もうこんな、平均賃金が1000円上がっただけで喜んでいる人たち相手に何をせんちゅうんですか。せめてうちの視聴者で頑張ろうと思ってる人だけでも生き残ってくださいよ。それを言うのは悪いことなんですか。本当だよ。で、そしてそれをコンさんが助け、の助けになって、コンさんが、ね、イベントやるときのお金とかで、うまくいくっていうことは悪いことなの？というわけで、今日はですね、最低賃金が上がっても平均年収は下がるという、政府の甘い言葉にご用心。ということでした。はい。まあ、コンさんの副業動画売れていますので、よろしければ買ってください。それでは今日も読書、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。はい。いつも見ていただきましてありがとうございます。コンさんの副業講座3万3000円で販売しております。このような形で全10回という形でお送りしておりますが、こちらですね、さらに追加される予定になっておりますので、ご期待ください。で、追加に伴ってですね、値上げする可能性もあるんですが、現在は3万3000円というふうになっております。まあ、こちらのですね、利益に関してはコンさんが行うですね、子供を、まあ、守るためのイベント、こちらにも、利益は寄付させていただきますので、ぜひ、見てほしいなというふうに思います。